この数日いろいろありました。親友が死にました。男性に好きだと告白されました。今まで一度も会ったことのなかった妹と出会い別れました。これは私の若さをめぐる物語。お父さん、どんな人だったんだろうね。あなたのお母さんを捨てて、私のお母さんを捨てて、私たちを捨てたお父さん。あなたの半分で、私の半分のお父さん。私のよくわからないお母さんが、私の大嫌いなお母さんが、一度は惚れたお父さん。バラ色の人生、聞いてみても、お父さんはいない。